いや、吉田さん、なかなか面白い動画でした。なんかね、さっきの921話がそのまんま私にとっては講義になりましたね、うん、でもこれは何回も検索をしたり、いろんなリサーチをしたり、動画をアップロードして自分のアナリティクスを見たりとかね、キーワードを探ったりとか、それからあれですね、30万円の高額自転車っていうところがいいですね。私も確かにね、自転車をものすごく高い金額で買う人のその集まりがあって、ちょっと参加したことあるんですけども、なんか本体っていうのがあるらしいですね。本体がすでに60万で、こっちのフレームがなんか20万とかっていうので、すぐに100万超えるんですよ。でもその方は、まあ、車とかは、ね、一通り乗っちゃったんで、もう今はね、70を過ぎて自転車だって言いません。自転車は本当にどんなとこでも行けるし、まあ、ガソリン代とかも、ね、維持費がかかんないから、本体にいくらかけても安いって感覚なんですよね。でも高ければ高いほど盗難のリスクがあるので、保険に入ったり鍵をかけたり、部屋の中に持ち込んだりとかしてね、全然その自転車の扱い方が違うんですよね。そう考えてみると、高級車は平気でね、路上とか賃貸の駐車場に置くくせに、なんでね、みんな疑問に思わないんだって。で、今リレーアタックとか言ってね、家の駐車場にある車をなんか持って行っちゃう泥棒もあるらしいんですよ。朝起きたら車がなくって、その時はすでに海外にも流れていたみたいな、すごいスピーディーらしいんですよね。まあ、そう考えたら、そうだな、自転車いいっすね。うん、なんかね、私も自転車欲しくなってきたけど乗らないからな。でもいいっすね。なんかちょっと考えます。私もね、別に50万だろうが100万だろうが自転車買ってもどうってことないんだよ、もう今だから、いやらしくね、吉谷さんと同じ自転車買って、逆に動画ブワーッと上げてね、検索潰してやろうかなみたいな、そんな単なるね、嫌がらせでその30万の自転車を買うみたいなことも思い浮かんだぐらい面白い講義でした。まあ実際私そんなことしないんですけどもね、ただ自転車、いいっすね。私もね、ちょっとね、遊びでね、自転車じゃないですけども、何か買ってみようかなと思いました、でもやっぱいいですね、私たちはね、買ったものですら、買った前から、この動画ですらいくらか入るわけですから、買う前から買ったもののお金がもうすでに捻出できるというね、何なんでしょうね、これはね。いってらっしゃい。